これを読んだことで、ちょっと待って、女の息遣いしてんのよ。どうもー、鳥のつめ団総統です。ホラーゲーム企画からそつめ第372弾はこちらのゲームディムやっていこうと思います。こちらのゲームはですね、ボロい屋敷が舞台の短編ホラーゲームになります。10分から15分くらいで終わるような、短いものになるみたいですね。ゲームはもちろんのこと、そのアセットとかサウンドトラックもすべて一人で制作されてるみたいですね。すごいよね。どんなゲームになってるのか早速やっていきましょう。スタート。取り詰め。さあ、ということで舞台はいきなりこのメニュー画面なしで開始したわけだが、これはメモ帳1枚読んでいきましょう。まあ相変わらず英語翻訳の方ね、せずにやっていきますので、雰囲気で楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。あ、てかあれだね、10分から15分で終わるデモだよとか書いてあるな。割とそういうところ、じゃあメニュー画面的な扱いなのか、まだわからんけど。あ、でもそのまま地続きに行く感じだな。てかもう血だらけなのよ。あ、待って、進めないね。こっち側行こうとすると主人公がちょっと嫌がるようなアクションするね。ってことは、じゃあちょっと戻ろうか。ナイフは持つことはできない。これかな？十字架があったな。なるほど。これで魔を払うみたいな感じなのか。あ、じゃあちょっと悪魔とかが出てくるようなテイストなのかもしれないね。あ、進めるようになったわ。扉は開けられないのかな？あ、開いたわ。ちょっと突進したら開けられたわ。E でなんかオープンとかではなさそうだな。あ、で、ドアを蹴るのか。あ、いけるいける。よしよしよし。ふう。怖っ。シンプルに血まみれ女。え？あれ？でもいなくなってる。わ、なんかでもこのグラフィックがさ、ノイズがかってて、ちょっと90年代を意識してるみたいなんですけど、ちょっと動画だと見づらいかもしれないけど、俺も十分ゲーム中見づらい。はぁはぁも言いますわな。怖っ。血まみれ女はどっち行ったんだろう。こっちは行き止まりだね。ここのドアを突進すれば開けられるか？あ、でも、跳ね返されてしまうな。うん。なんだ？なんかラジオが鳴り始めたね。こっち側か？どこだろう？あ、でもちょっとこっち来たら遠い感じになったか？うん、どこだろう？どっかあるんだろうね。いや、ちょっと待って。ラジオ怖いんだけど、鳥肌立っちゃう。あ、これだな。Where it belongs。とりあえず1個見たことによって何か起きるか？ラジオも止まりましたね。でもなぜ主人公はここにいきなり来たんだろうね。あれ？こんなんあったっけ？サッカーボール。ザ・ボール。だよね。このボールは？蹴れるんだよな。これをどっかまで持ってくのか？ん？なんだなんだ？ノイズかかってるね。すごい音が怖いんだけど。こっちの奥からか？ちょっと待って、サッカーボール持ってこうぜ。サッカー少年だから。え、怖いな。奥、サッカーボール蹴りながらだったら、勇気出せるかな。あ、でも、とりあえずドアなんか開いてるね。いつの間にかなくなってる。あ、待って、そろそろ来るな、これな。なんだ、なんだ。ゾンビみたいな声が。ベッドが一つと、これは何だろうね、なんか調査したような書類なのかな。そういったこう行方不明とかなんか事件が起きてしまって、それをここで誰かが操作してたのかもしれないね。どっちから声してんだ。ああ、待って、血まみれ女、そっち行かないとダメ。ああ、じゃないんだよな。怖っ。来るぞこれ。まあ結構近寄ったもんね。ソーシャルディスタンスをね、無視するとやっぱり怒ってくるんですよ、幽霊か何かも。こっちが戻るのかな。いや怖い、今のは。一回戻りますね。あー、でも変化なしかな。ということはさっきのあの調査書類みたいのがわーっと壁一面に貼られてたあの小部屋まで戻ればいいのかな。幽霊が行ったのもそっちの方だったもんね。あ、てかあれだな。こっち？あ、なんだ？暗っ。あ、ついた。あ、F を押すとフラッシュライト使えんだ。なるほど。てか真っ暗になっちゃうけどね、これ。
何も見えないじゃんな。うわぁ、いつの間にこんなペルシャ絨毯みたいの引いたの。こんなんあったっけ。なかったよね多分ね。テーブルがひっくり返ったのか。なるほど。なんかまた操作するものがあるかな。んー、でも見当たらないよな。この絵も不気味だな。何を描いてるのかわかんないけど、うっすら人影にもちょっと見えるんだよな。戻ってみますか。ペルシャ絨毯見たし、何か変化が起きてるかもしれない。で、ブレーク、あ、うっ、血まみれの絵。え、人の顔だよね、これね。かなり近距離に近づいてるような感じ。え、さっきのあの女？あ、時計もあるね。あれ、空間変わってるよな、明らかにな。こんな根張ってるとこなかったもんな。道も変わってるよね。え、何この屋敷。ここは行き止まりか。うん。北だ。お城の絵。怖いな。あ、でも元の場所に戻ってきたようにも感じる。でもなんかちょいちょい空間変わってるよね、雰囲気が。え？あれ、こんな絵あったっけ？白 T シャツの人。血がついちゃってるけど。まあでもなんかいろいろ絵とかを見たからまた戻ればいいのか。あれ？ペルシャ絨毯が！ここにも。なんかちょっとアハ体験みたいだな。なんか変化ちっちゃいの起きてるよね。この女出てきそうだな、この絵から。あ、ラジオここにあったんだ。最初気づかなかったけど、最初からあったのかもわからないけど。あ、メモ帳あるね。これかな。これを読んだことで、ちょっと待って、女の息遣いしてんのよ。消さないで、待って。あ、フラッシュライトつかない。こわこれ。全部一人で作ってんでしょ？この不気味な環境音も、今の最後の女の顔も、で、このゲームのシステムから何から何まで、すごくないっすか？いやー、やっぱこういうクリエイター魂を感じるようなホラーゲーム、インディーズそういうとこ好きなんだよな。まあ、とりあえずデモ版ということで非常に短かったんですけども、この方の今後が非常に気になりますよね。ということで、またこんな感じでいろんなホラーゲーム実況しようと思ってます。そういった動画気になる方はぜひチャンネル登録して鳥の爪団に入団してみてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで、今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。